です2話がね、アジおもしろい。俺、まだごちそうさまですって言い終わってなかった言い終わってないよ。だいぶかぶせ気味で出てきたけど、いや、もう終わった、どうぞ、2話がめちゃくちゃ面白い、2話めちゃ面白かった、二話、まあまあ面白かった、本当に、いや、1話が面白い論を僕は唱えてたんですけど、この前な、ドラマは1話がすべてみたいなこと言ってたんですけど、いや、2話面白いね、そうですね、1話も十分面白かったけどね、これ、で、2話見てる。 それはいいじゃない話す前にトゥートゥルーって言うよ <laughs> トゥートゥルーさ2話はさああやっぱ面白いねやっぱというかこれめちゃくちゃ面白かったねちょっとね2話2話面白いな何が面白いやろ2話これどこが面白いには2話のまあ,まあ、まあまあ、ふうーんそうやな, <laughs> な僕はでも野球の試合がめっちゃ面白かったっすよ、まあああうん 野球の試合めちゃくちゃ面白いな。あの、1話より面白かった。うん、まあ、1話試合してへんやん。あそうやな。<laughs> まあし、してたしてた。練習試合してたよ。だから、うん、あの、アニメーションのところも面白いねんけど、というより、なんか今回この、ちょっとライバル関係というか、うん、あの、 その犬塚翔の同級生とのやり取りもあったじゃないですか、強豪校とっていう,うん、うん、まあピッチャーが強くて、ああいうふうに0点、0点、0点、0点ってなってる時の緊迫感も楽しかったし、うん、楽しいな。ね面白いし、野球のなんかこうワン・フォア・オール・オール・フォア・アンってよく言うじゃないですか。あまあ言うね、ラ,、まあ、ラクビーや とかやったりするけどなそうなんラグビーなそれラグビーの話なほんまはあのだからラグビーから取ってきたえ、そうそれを泥棒やないか野球は取ってないいやわかんないですけど多分ラグビーやと思うそれをルーキーズがドラマ漫画のねルーキーズが多分それを取り入れてそっか それをイメージして。マジかよ。川と泥棒やないか、泥棒というか、だからラグビー泥棒やないか。マジかよ。そうやったんや。知らんかったわ、それ。まあでも、チームワークっていうのは、めちゃくちゃ重要なスポーツなんだなっていうのは、この、まあ、チームのためにっていう判断というか、まあ、そういうのがすごく重要なスポーツなんやなって思ったのが、まあ、こう、一塁とか出た時とかに、一気に、こう、得点をこう、 加算すするるチャンスにななじゃいでか野球というのは。で、塁に出なかったら、そうでもないと思うんですけど、塁に出たときに、結局、次のやつが、めちゃ集中力上げていかなあかんというか、そうですね。ね、なんかバッター側が、今ここやという、これを逃したら負けるかもしれないみたいな、っていうところで、ちょっと、なんやろうな、チームのために集中感があるなと思ったんですよね。そううですねだからちょっとこ 野球の話になっちゃうけどドラクエの話にするとファイファンとドラクエってさ、割とちゃんと自分の番があるかどうかの違いってないドラクエはちゃんと1回1回自分の番あるけどファイナルファンタジーって急いで攻撃しないと敵にめっちゃ攻撃されちゃうからみたいなゆっくりちゃんと自分の番が回ってくると。 野球は、ね、ああ 1> で1人がバッターであれば主役で打つ時は、うん、他のみんなは、うん、えと応援する選手で試合に出てるのに応援する時間があるというはい、はい、ちょっと不思議なところはあるね,ね,ああねサッカーとかないからさああプレーしてる間にさああああ いいいいけけけけってお前がなるからサッカーとかすごい流動的なスポーツは一心伝心の中でコンビネーションがあるとは思うんですけど野球って一体となって戦っていかないとなかなか勝てないんやなっていうのがちょっとわかるというか俺、こドラマやから気づいたな野球見ててこれ気づかんかったわ。 なんかドラマやから、なんかこう、0点、0点、ピッチャーが強い高校同士の戦いでっていうふうに見てたから、それでちょっと気づいたというかまあね、野球の場合、しかも試合数、でも甲子園とか見てたら気づくかもよ、野球でもさ、プロ野球やったら、年間投しの試合やから、その1試合にさ、そこまで気持ち入れてる場合でもないじゃないですか、そうやねこれ落としたら終わりっていう、甲子園とか結構、あの そ,うやなその人のなんかが見えるというか、うん、そうやね、だからもう、ここで打たないとっていうので、集中力上げていくっていうね、うん、だからもう、お前にかかってんねんっていう、結局1対1の勝負やんな、ね、ピッチャーとバッターのんで、お前にかかってんねんってなった時にこに集中力上げるのがこうオール、なんかその精神がいるなと思ったあ、うん、そうだね、はい。っていうのが結構、野球おもろいなって、ちょっと見て思いましたね <laughs> 野球の面白さに気づいたんですか僕、甲子園見たことないんですよ、ちゃ <laughs> <え>んと。 見たことないです、甲子園の試合を。それは一瞬、視界に入ったとかあるよ、誰かが見てて。ラーメン屋とかで、それはいいあるよじゃなく、ちゃんと見たことないんですよね。だから、ちょっとね、見るきっかけというか、野球、これちょっと見てても、これがあれば面白いんじゃないかって思ったね、チームワーク感というか。いや、いや面白いやろ、大体、スポーツは。スポーツは、見るよりやってる方が面白いやろ。 いや、一番んないよ、スポーツ。いや、一番面白いよ、スポーツ。やる方が絶対面白いよ。スポーツやるのが楽しいよ。何ももんないよ。罰や。罰や。やらされてるやるのは。見るのこそが楽しいよ。やばいな、だいぶ。いや、そこやろ、だってそんな大体そうやろ。舞台に上がらん考え方は、そいつ。 そうですかコロシアムとかもそうでしょコロシアムはそうですけどコロシアムはあれスポーツじゃんコロシアムコロシアムいやいやそこまでいかなくてもねビューティーコロシアムのことそうだよ見てる方が楽しい見る方が面白いやる方はドキドキですよねやってないいつの時代の番組コロシアムって言うからさ ね、はい、そんな、面白い、庭でしたけど。野球のシーン面白い。野球のシーンも面白いし、はいはい、まあ、でも、そう、そうなってくると、野球のさ、はい、あの、やっぱ、こう。犬塚。はい、はいはい。 さんの解説も<ん>、なかなか面白いです。<laughs> まあ、あれはちょっと別の面白さや、けどな、しょうくん。しょう勝たせてよ。<laughs> 雑魚すぎるやろ喋り方が、犬塚さん。喋 <laughs> る内容も。しゃ、面白いな。いや、だし巻き、うん、頼むのに。にょうくん好きだから。<laughs> いや、関係ないよ、店が。出し巻き持ち帰り、一つでいいね。しょうくん好きだから、出し巻きやってて、そのしょうくん好きだからって言ってる間に、電話取られても。 ホテルから、店員さんが、だから聞いてもらえなかった出し巻き一つやったら、聞いてもらえたやろ、あれ、そんな口とがらして、しょうくんの写真見る。時間にならなくとも。そうだね、出し巻きどっちって、いわゆわいいのにね、シャオくん好きだから。ちょっとでも、この犬塚さんの、ちょっとこの感じ。まあ、面白いな、前。面白いね。この人が割と、し、なろうな、重要なキャラクターになっていうっていうのがこのドラマの面白み。そうだね。まあ、彼が作った、あの、グラウンドです。そうですね、はい。 どうせ遊びでしょさせないよ <laughs> ケチやな <laughs> この前練習して <laughs> やってくれてんのに <laughs> ケチやな <laughs> すごいね犬塚さんはうそうはね、まあ、小学生がそのまま大人に大人っていうかじいさんまでよくここまで保存してこれたな,なんかねメンタルをうそ,そうやな小学生でも結構ちゃんとした小学生大人は小学生いるじゃないですか、うん、ちょっとんやろうな赤い <laughs> やつの小学生のままなよく大人にずっと慣れてんなっていう <laughs> すげえよこの人 <laughs> そうだね。おもいですよ。よく結婚できたな。そうやね。まあでも金持ちやもんね。はいはい。前もお母さん出て行ったって言ってたけどね。娘に言われてたけどね。そうですね。開け方で分かんねんな。ガラッと居酒屋開けた瞬間の開け方で店員も、あ娘さんと喧嘩したんですかってすぐ言われるねんな。開け方で分かっちゃうね。でもやっぱりね、2話でいうと、最後のシーンが結構印象的で。いや この店めちちゃゃくいいよね店で確かにこのシーン犬塚さんが通ってる店よりも最後の店めっちゃよくない最後の店めちゃくちゃいい店やなと思いましたあれいいな雰囲気あってめっちゃゆっくりできそうないい店やっ家っぽい感じの落ち着きもあって個室で最高うまいね酒があれあまあそこではないねんけどな最後のシーンの話するんやでも本当にいいなと思わんかったそうですねいいなと思った 取ったら高いやんか,か,かな、う多分あの予約もそうなんかな、気軽に行ける感じっぽくも見えたから、なんか、そんな場所なら素敵な街やなとは思ったな。だから、気軽に行けるっぽく演出してるものの、実際、ああいう店に行ったらめちゃ高いよ、その事実現実はめちゃ高いよ。<laughs> きっと最高のロケーションやねんから。予約も取れないよ、高い。実は。実は。違いましいなと思って。そうなんじゃないかとちょっと思いますけどね。感じは雰囲気。いや、まあでも、ああいう場所で、なんやろうな、せっかくね、うまい飯があって。ねえ。でい酒飲んでるのに。飲んでるのに。そういう話するもんじゃないよ、南雲も。まあ、それで呼んどるからな。それで呼び出してるからね。でも、なんか南雲の1話で分からなかった。 感情がもう結構全部分かった感じしますよね。そうですね。監督に会いたくなかったのも恩師のね。にもそうやし。ああ、なるほどと、なんかちょっと、あなんかめちゃくちゃ腑に落ちた。腑に落ちたけど、その腑に落ちたのと同時に、なんちゅうことしとんねんとは思ったけど、ああまあね、ぐもらしからぬ。そうやな、ぐもらしからぬ感じはするよね、めちゃくちゃね。なんかねまああでもの それは家庭側の事情って、うん、まだ全部明かされてないじゃないですか、うん、まあそっち側、まあ、それを理由に話してたけど、まあ、そっち側がだいぶ強くあるんやろうなっていうふうには思えるとそ,うそれそこでちょっと和もらしさ出てきそうやなとは思うけどななんかでも、うん、それが理由やとしてもさ安定した仕事とかさ、はい、そもそも安定した仕事で、はいまあ、偽造して。はい 公務員にななることってそんな安定感だから <laughs> 当時まあやっとすぐ働かなきゃいけなくても、はい、他に。うん 稼げる仕事なかったんかなとはちょっと思う確かにね、まあまあ、ほんまやね、人手不足の業界に行けば、就職はありそうな気もしますしね、年齢的なことがあって、時代背景もあって、ちょっと難しかったっていうのもあるでも、こういうの得意なんだよと、結構、肉体労働とかもいけそうな感じはしますね、肉体労働もいけるし、長距離ドライバーとかもいけそうやし、なんかまあ、いろいろいけそうですね。でも えと奥さんはなんか仕事辞めてきてる感もあったじゃんかああそうですねはい、はいうん。だから別にそんな絶対にね、うん、えと旦那さんが働かなあかんっていうこともないやろうからはいはいはいその辺はまあでも妊娠してって言ってたもんなその時にそ,、ね、そ,それ働かれへんかうん、うん、いやねでまあまあ仕事そうやね、うん、帰ってきてんのは奥さんのえっ、ー、とお母さんの病気とかやってんねまあいろいろあるんだろうけど、うん、だから仕事自体がなかったのこの場所に こっちにもしかしたらまあ少ないは少ないやろうけどねここは一つとでまあ給料の差もあるやろうしっていうところここは一つ偽造じゃい偽造じゃなどんなやつやといえどかっこ悪かったな偽造してる姿は上から捉えてるんかこうかっこ悪い背中の丸まり方やったなこういうとこ丁寧にやるんだよ じゃないとバレるだや丸まってたなだいぶ背中悪いことしてる人間の背中の丸まり方やったけどめちゃくちゃいい先生やねんけどなまあ実際はなそう思うよまあそこは主観になっちゃうけどいいが何かってなるとねでもまあ非常になんかこういう先生若い高校生の時とかね会えてたらあの ありがたいやろうなと思う忘れられるような人だなと印象ですけど今のところそうだね、苦労してるっていうのは明らかにほ他の生徒より苦労してる人のところに行って事情を知ってっていうことをやってるだけでその行動はいい先生やと思うんですよ、根室のところですけどね。とかねっていうところもある、はっきりいい先生やと思うなという根室にはあれでしたっけ、んで会いに行ったんでしたっけ ネムロに会いに行った理由なんでなんやろうななんでやったっけ噂聞いたんやったっけ姉ちゃん可愛いって横島すぎるやろ <laughs> 姉ちゃん可愛いらしいでって <laughs> 先生先生ネムロ姉ちゃんめちゃめちゃ可愛い <laughs> 会いに行かななきゃエロただのエロ教師。いやいや、まあ、うわさ聞いた。あれ、なんでやったっけでも、まあ、あの、あれよね、野球のセット、あれやね、あの、根室が来てなかったからやね。クラブに来てなかったやし、学校にもっていうことやったから。で、あ、それで、まあ、体調崩してたっていうその感じか。根室の方かお母さん、体調崩してた。ばあちゃんね。ばあちなんか、すごくこう。 まあ現代あまり見ない貧乏,貧乏一家みたいな感じでしたけど <laughs> 確かにね、うん、あの俺ネムロのところ、うん、NHK の朝ドラ見てるみたいな気分になりましたねああそうですねちょっとだから時代背景が今じゃない感じ瞬間するよね、うん、んあんなクローブで喜ぶんやっていうのが。 そ,うその感じあるよな <laughs> ああ。でまあ,あの家の感じとかも含めてちょっと昔の感じになってて、うん、でなんやろうなこのすごいでも明るい感じの雰囲気が漂ってて、うんうん、めちゃいい姉ちゃんやしすげえかわいい姉ちゃんやし最高の姉ちゃんやと思うんですよね。うん、やからこうなんかめっちゃ朝ドラ感じ方言やしな。そう、うん 女性がなんか強く生きてる感じもなんかこう、うん、あれやね <laughs>、うん朝、朝ドラ感めちゃめちゃ強かった。<laughs> ここだけ別のドラマ見てるみたいやった、<laughs> ネブロンところだけ。そうかなでも毎週欲しいね、15分、ネブロンところは。欲しい。朝ドラ見なくていいよ、毎15分は。<laughs> そんなことないよね。<laughs> いかこの感じはまあいいなとちょっと根室のところは思いましたけどねまあでも根室とかに対して割と寄り添ってるのもわざわざ遠いところに行ったりとか特例をちょっと他の人にも説明しやすくもなるしね南雲が行くことによってまあだから優しいい先生やなって本当に思いますね南雲はめっちゃいいと思うんかどうやってねこれ解消するんですかね あーこれね、うん、いや、でなだってもう結果としてはさ、はい、その2年後かな、甲子園っていう、なんか決勝でみたいな感じになってるじゃないですか、行、はい、くとあればはい。だから、その状況になるっていうことは続けれてるってことでしょ、監督を。続けれてるのか、一度こう、生産して、また舞い戻る、カムバか、どっちかですよね。カムバしたた時にまた 偽造しいやいやだから偽造してませんっていうだから <laughs> いやなんか調べと特別免許状みたいなのもあるみたいですよだからあのちょっとその特例というかいや特例ってことは前のやつは何なのってなるやん前のやつは何なのじゃ前のいやだからそのそれの裁きは受けてね受けた上で受けた上での株場っていうのもあり得るじゃないですかだから割とそこ罪はちゃんと償っていう、うん、ってことかそうねだからそこをすっきりさせないとっていうところはあると思うんですよねでもなんか こう感情的にはさ、はい、全然それでいけるけどさ、はい、まあ社会的にはさそこで文句言ってくる人もいそうじゃないですかいそういそうだから<あ>いそうやなとは思うんですよね、うん、まあただこのんやろうな校長が小泉孝太郎さんっていうのがでかいよね、うん、なんか。<laughs> いや別に役者さんがでかいわけじゃないよ、<laughs> なんかこう <laughs>、なんかいいさばきを下してくれそうな感じするよね、うん、この庭信号は。そうなんかな。で、なんかそういう気もするんですけどね。でも監督ってさ、はい、よく考えたら、別に教員免許持ってなくてもなれるんかな、顧問というか、まあ、その監督だけやったら、ね。どうなんやろうな、確かになれるんや、監督だけは。監督だけやったら教員免許選んのちゃうかな。<の>コーチとかもそうやしね。 ああそうなんやん、うん、学校の学校の、まあ、監督っていうだけ教えるっていうことだけやったいや確かそうやった気がしたけどなスポーツの強豪校とかやったらそんなありそうやねさらにそうだよねだかなんかその外部から呼び寄せた監督がみたいなことはなんか,、うん、なんかねあのちゃんとしたき聞いたことある気するなそういうこともあるかもしれないねまあだから教員としてはもしかしたら辞めるっていう選択になるかもしれんなうん でも野球部に対してはっていうのはあるどうなんかな、持ってなかったらかんのかなやっぱ、あんだけさ、犬塚さん関わってるわけやからさ、うん、関係ない、生徒の祖父っていうことで関わってるわけやから、練習を見るとかは外部とかでもいけそうな感じはするような。うん そうだね練習見るであったりとか,か、ねでまあ、試合のそのベンチで指示を出すっていうところがどこまでいけるかは分からんけど、うん、あそうだね,ね、うん、そこの問題あるやろうけど、まあ、実際、その未来のシーンに南砲も映ってない気がするんですけど、うん、今まだ映ってたっけ監督としてあ映ってんじゃん一番最初のところが映っ,映ってたかあじゃあ舞い戻ってきてんなしっかり。 だからどうやって前戻ってきたんやろうなというね、それ、南雲おらんかったら、なんかその、実際のあったことなんやろうし、あんまドラマになりづらくない、その躍進には2年前、立ち上げた、そうか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 、うん、いやいや、いろんな関わり方があるまあ、でも普通にね、先生として働いてるから、もちろんわかんねえやろうけど、どう捉えるかよね。うん まあな、いや、めちゃいい人やけどな、本当に。そうですよね。うん。なんかね。うん。やな、岐阜の方でもめちゃいい人やなって思ったけどな、あの、岐阜とのプレゼント問題でも。ギフト。ギフト、あ、まあ、岐阜からのギフト。ギフトのギフト。ああ、はいはい。ギフ違うわ、元って本当の親父本当の親のだだじ。青空目線青空目線のの親父からのギフト。はいはいはい。 プレゼントね。プレゼントね。プレゼント問題のところ、めちゃくちゃいい人やったなっていうふうに思ったけどな、そこ、あの判断っていうのは。ああ、かぶった。ちゃんと悩むっちゃうと、なんならもう、まあまあ、あの人ももういいだろうみたいななりそうな気もするけどなと思って。あ、自分の方あげたら。そうそうそう。まあ、とも瞬間思ったけど、はいはいはい。まあ、迷わずというか、まあでも、約束はしてたっていうところはあるもんな。でもなんか、嘘をつくのが僕はあんま好きじゃないけどね、ああいうと 本人が招いたことやから、青空がその欲しいっていうのを自分のね領主にも言いつつ、あえて本当のお父さんにも言ってるわけやんか、そしたら当然、プレゼントをこうやってかぶるっていう状態を作ったのは青空やから、それをちゃんと教えるというか、はい、プレゼント、やったやった。はいそして プレゼン複雑これなんでこんなことになったか分かるかっていうこと怒ってるやんちょっと誕生日やるいやでもまあまあそこはね別のものを言った方がいいんじゃないかっていうねその方が2つ違うものもらえるし来年からはよくなるよねっていうことはあるやろうまあまあでも嘘はついてないんじゃないなぐもだって別にと親父からの岐阜からのプレゼントでまあこれは自分たちからのプレゼントいや嘘はついてないけど嘘はついてないというかだから正直にその 現状をねこうなっちゃったことを伝えてもいいんちゃうかなと思うけどね。まあ、お笑いせやけどな、青空やったらね。まあ、それもどう受け止めるかも自由。そうやね売ってもいいって。売るのも自由。ただ、どっちを売るんだそこ選択迫られるな。どっちでもいいよ。ものだよ、こんなのもらったらもう。 <laughs> いやそうもう犬塚みたいな大人になるよい<や>それは<あ> <laughs> 関係ないでしょ <laughs> 同じじゃんこれえどう違うのこれってまあな犬塚みたいになっちゃうねなあはいはいまあまあそれいやあの時も南雲、まあ、あは優しいなと思ったし、うんまあ、優しいのは優しい、ねうんうん、優しいなあの迷いなくあの感じで言えるっていうのが、うん、まあだからあの 優しい人なんだろうなっていう感じは思うね。やしまあいい先生やなとも思いますよ。まあね、教員免許持っててもっていう感じやもんね。別にね。めっちゃいい先生だらけやったわけじゃないしな。いや、そやな。俺はなんか良くない先生ばっか当たってたな。まして、教員免許持ってるくせに。みんな持ってなかったんちゃう無免許であれって思いたいよ。思い出すと。まあまあ別にね、教員免許 撮るかどうか、履修受けるかどうかってとこやしな、大体は。そうね。先生好きかどうかは結構重要やったりするよな。そうですよね。まあまあでも、好かれてたやけどな、この人はね。本当ほんと好かれてそうやと思うけどな。だって、あれやもんな、女子、女子からもなんかこう、写真撮ってみたいな感じで、あ、そんなのそんなシーンもあったもんね。一話でそんなシーンあったよ、なんかこういう写真、なんか。 奥さんと喋ってる時に、ミカと電話で喋ってる時に、なんかそんなシーンがあってみたいな、あ人気あるんやなっていうのを、あまあちゃんとその示してるシーンなやなと思って、優しいしな、な、うん、人気もあるっていうのは間違いないんじゃない。うん、いや、まあでもこれでこう処罰というか、うん、っていうことになったら、生徒からのなんかこう救いとかもちょっとありそうな気もするけどな、なんかこう署名とか嘆願書とか、なんかその、あ,<ー>あってもおかしくないと思うけど。 うんうん、やめるってなったとしてそうやなうん、うん、もう言っちゃえばいいのねもう犬 <laughs> 塚みたいに嘘だよあれ <laughs> 全<部>いやそれ誰に言う教育委員会行って <laughs> だいぶ変やでそれ <laughs> シーンとしてあれ嘘だよって <laughs> 偽造だよ騙されたねみんな <laughs> <laughs> 変やろそれちょっとうああそうだよねああ青空はゲームが好きなんだよねそれを買ってあげたかったんだう<な>る, <laughs> るせえなそれを買ってあげる家庭にしたかったんだ, <laughs> だから偽造したんだ <laughs> 出しまきくれ <laughs> <laughs> ちょっと変ねみんながねちょっとねその犬塚化していくとちょっと変ですよ、うん、このドラマはそうですななんで大学卒業できなかったんでしたっけ 言っってましたけ単純に単位が足りなかった。それってんか特殊やんね、じゃあその単位取ればもうちょっと通えるんじゃないのって思うもんね、そすね。うが、だからそれが通えないような事情があったんかな。いや、そうやろうね、なんか事情があったからそうせざるえなかったじゃないと、まあ、なんかちょっと、いや、どうなんやろうね、でもほんまに事実を描いてるじゃないですか、このドラマって、まじで単純に単位が本当に事情なく足りなかったっていうことも。 なないことはなさそうやけどままあまあそうね事情なく学力足らずに進学できなかったやつもいたからね。<laughs> うん、いるわけだからの方、ね、<laughs> あそうよだから犬塚翔の方っていうこともあるから、うん、だからまあほんまにリアルな,なんかその流れになっていきそうな気はするけどな。まあほんで出来心というか、うん、まあ出来心がある人があのいい人じゃないなんて。 ことはないからさ出来心あってめちゃくちゃ優しいいい人いい先生になる人もいるわけやもちろんいるよんかその不思議なリアルがあるのがこのドラマのいいところという面白いところでもあるからまあねまあそうやなどうなるのかというかそうですねどう解消していくのかそうですねまあ殴めけのこととかはまだ分かってないことも多いからそうですねまあどっちしろそのねそれ自体はまあ うやむやにしていくわけにいかへんやろからねそうやねまあここはまあ割とねほんまリアルに全部うやうめやのままいってたりしてな最の最終回まで最終回バレずに内緒にしましょうもうこれは背負わしたな半分山積みに考えました南雲先生私内緒にしましょうこれ私も絶対言いません言わへんけどさっていう山積みが山積みがかっこいいよもしそうやまあそうだねっていうかうん 奥さん知っらんのんじゃん知らんのかだからまあ予告というか次回のあらすじ見てるとあ<ー>まあちょっと言えずにいたみたいなことだから奥さん知らんと思うよ家族そうか,そう,かうんそこもねえっとまあ家族に対して打ち合けて、うん、恩師も知らん恩師も知らないの恩師知ってたあんな感じ違うよ <laughs> <laughs> 恩師知ってたちょっと悪代官っぽい にななっちゃうやんの松平健さんやのにサンバじゃなくてサンバの方じゃなくてはいそうか恩師知ってる場合でいや多分知らんやろだから恩師と会うのが嫌なのがえっとあれでしょだから大学が一緒やからっていうことやったよねんかバレる時間の問題になっちゃうっていうとりあえず関係ないけど反応を見るために江戸川海人に話してみるっていうのはどうなんかな 相手チームの1年生のスラッガー。<laughs> なんでやねん。<laughs> <laughs> まあいつは元気いいよ。元気いいし、いいやつやと思うんだけど、いいやつやからこそ。うんうん、いいやつやからあ江戸川君、<ー>ちょっといいかなっ,つってなんですか <laughs> 俺、実は、共演機を偽造したんだ。えなえ <laughs> 頼むよ。<laughs> 誰にも言わないでくれ。<laughs> 頼むよちょっと待って、このことは。え混乱するよ、江戸がめちゃくちゃ。内緒こと言われる関係性では絶対ない。絶対ないけど。ただ見込まれただけやな、人間性。まあ、ね知られちゃったか。いや、お前、言った。言わないでくれよ、これは。変すぎるよ、めちゃくちゃ変すぎる悩んでんだよ。 来年やめるから絶対それまでは言わないでくれよ。ガモン監督にも内緒でいてくれよ。頼むよ。めっちゃ変なやつやな。江戸川に言うやつ。江戸川に言うはないんじゃないないかな。ないと思うよ。うん、そやな。江戸川に言うはちょっと説明つかなすぎやな。眠るお姉ちゃんに言うが、言うはまだ説明つく。つくかなかわいいからの一点。 どうせ、うん、悩みがあるんですおた,おたくも美容師免許持ってないんでしょ、うん、一緒ですよ <laughs> <laughs> 何その言い方 <laughs>、うん、美容師免許持ってますかからか、うんうん、そやなまあ <laughs> 越山高校が全員無免許やったら、はいうん、なんか丸く収まり請求な逆に <laughs> そうですか、うん まあ内緒にしときましょう、これは <laughs>。<laughs> そんなんでうまくいくんか。<laughs> 全員。山住議会、全員。<ー><長>よう集めたな。<ー>よう集まった勉強の教師ばかり。<laughs> うん、全員がね。うん、全教会、いたなよく。<laughs> <laughs> まあな、それ学力もなかなか高まらんわな。そうだね。はい、そうなると。はい。はい うん、まあでも面白いね、本当にね。そうですね,ねどうなっていくのかどう、だからほんまに一旦やめて、えっと、カムーバーなのか、うん、続けれるようになっそうなんかな、な、うん、続けれるならば、どういう形で続けることになったのかっていう話が、まあ、実際の話やから、余計興味あるなと思いいますよやだって、そのことを言ったとき、うん、いやでもあいつ、大学やめてますよって言,う、まあ、でも言ったとて、でもあんまり知られて、知ってる知ってた俺知らん いや俺大学行ってないから分からんよ。だから意外と知らん。高校も一旦はん高校やったからな、ほんまにほとんど。<laughs> 後半は。あはいはい。だから知らん知らん。<うん S 1> 大学のこととか、先生のこと、<laughs> 先生はあの全員無資格でやってると思ってたよ。<うん S 1> そうやな、ほとんど。枝毛のやつばっかやったもんな。うん <laughs> <laughs> いやお前それは偏見よちょっと高校エダゲのやつばっかりは神ツヤツヤしてるやつもいたよそんなことないよ神ツヤツヤしてるやつもいたいすごいキューティクルやなって痛い痛いいギアだけな <laughs> もうエダゲじゃないか君 <laughs> なんでまあ先に行こうとエダゲすごいな, <laughs> なんで根元めっちゃそんなキューティクルあるこれ,これ元は一本かいこれ <laughs> <laughs> なんやそれ <laughs> <laughs> 太い一本の紙のやつおらんよ <laughs>。気持ち悪い <laughs>。 気持ち悪いですよ。だから、気持ち悪い。太い、太い一本の髪のやつは、もう頭穴やんか、そういう毛穴というか。そうですよ、だから気持ち悪いですよ。それ、毛抜けたとどうなるのだから、なるべく合わないという。出かけ穴。ことにしてるという。そうですか。嫌な高校ですよね。そんなことない。あなたの大学の方がね、ちょっと辛いところは。いや、そんなことないですよ。僕の大学は枝毛のやついないんですから。そうですか。まあまあ、あなたが枝毛やったでしょ。いや、俺、枝毛じゃないよ。いや、枝毛用意してたでしょ。違うよ。 ててなないいでですすよ絶対しそうか信じられへんもん、絵だけのやつ。絵だけやねんか、お前。結構あるんちゃうないよ、信じられへんかった。まあね、うん、まあでもいい学校ですよ。いい学校でいい学このこと思い出すといいよね。なんだかんだで結局それ含めて、嫌な模様でも含めて青春やったりするじゃないですか。まあね、学校はいいよね。 そうねうん、まあだから思い出はいいよね学校ってでも実際行ってたら暇やなって時間の方が長かったよな、ねうん、学校って暇やったまあでも、うん、暇なんかなでもくつ苦痛な時間もあったけどああ苦痛な時間もあったし暇な時間もあったけどまあでもあの思い出としてはいいよね <laughs> なんで思い出は美しいんやろうなこんな <laughs> 実際行ってる時別におもろないのになおもろないね楽しないけどな、うんうん、思い出は美しいもんやな だいぶ美化されるようにはなってるよね、補正かかって。ああ。いや、ありのまま思い出してんねんけど、まあまあ、それでもなんか、まあまあ。いや、思い出すポイントがいいポイントばっか思い出すどうだろう、ありのまま思い出すと、めちゃくちゃ嫌よ。あそう。うん、絶対今の方がいいよ。そう。えでもポイントポイントでいい部分あるやんか。そこを思い出してるんやろ、ありのままの。うん、そう、いや、そんな感じその状況がいいというよりは、その年代も含めて、まあ、ちょっとこう、なんか、 楽しいというか、かったなという印象あるよ。印象で思い出してるのか。印象では思い出してない。印象あるけど、思い出すと嫌なのよ。具体的には思い出す。具体的に思い出すと嫌なことは多いけど。なるほど。印象だけ抱いてると。学生時代の。そうだね。はいはい。まあ、あと年齢だよね。年齢差。まあ、年齢が若いからってこと。若い。のはいいよねっていう感覚じゃない。ああ、まあね。まあ、でも、その時はね、別にね、あの。その。 今と同じですからね今と一緒ですよ。うん、その年やっていうだけやから。そうですよね。だから他人に対しては思えへんけど、お前ええな、若くてみたいな思わないけど、自分も若い時代あったわけだけど、自分の中だけで言うと、思うんじゃないうん。ええでえって。体元気やもんな。体元気やし、うん。そやな。えだけじゃないしさ。えだけじゃなかったしさ。ええでえってあるまあね。そうですか。うん まあね、まあでもちょっとこのあれやな、大人の方が好きなんかな、こういう高校系とか学,学校系ってもしかしたら。あまあ高校生が見てるとちょっと,そう思うとギャップも結構あるやろうからねだからこう思い出すことによってなんかその補正がかかって思い出したりとか、うん、まあいいポイントだけ思い出したりとか、うんうん、ちょっと自分の思い出とともにいけるから、余計ちょっと大人の方が面白いかもしれないな、こういうの。 結構ちょっと古めな人物設定にはしてる気がしててドラマって見るのが対象が見る対象に合わせてねほんだって今の時代というか2016年とかでもその時代にこのメンタリティの人っているっていう感じはもしかしたらあるのかもしれないほんまやな同級生とか見た時ちょっと古い人物設定やなみたいな。自分まさに 中年の若き頃の人物設定の高校生な気がするなっていうまあだって違和感ないもん僕が見てて違和感ないってことはそうなんかなと思っちゃうほんまに違和感ないなそう思うよ若い人が見ててねいやこんなやつらじゃねえよって思うことがあればねコメント欲しいいらないったんさせていらよね分かった上でありがたく見るからでも自分がその年齢の時に見てた高校生のドラマとかでまあ大人が 大人に見せるためのコースが出てくるドラマは、はい、あちょっと違うなって思うことは多かったからそうですかうんう,ん、うかだからそういうもんなんちゃうかなまあだから「金八先生」とか、うん、<laughs> はいはい、うん、金八先生はせやな、ねうん、金八先生はお前えそうか、うん、まあ、まあ、そうやなうん、うん まあちょっとだけ古い感じの人物を描いてたかもしれないそうです、はい、っていう印象はあったけどね。ああああそれはまあ大人に向けなしゃあないもんな、うん、シリーズ化されてる後の方やからな、うんうん、そうなってるまあねはいはいまあ見てますよだから。何をですか金八ですか違うよこれをね下克上級で、ね、<laughs> 見てるやろこんだけ喋って見てないよ変やまあ見て、ねうんはい。感情移入してますよそうですね。はい はい、うんはい、ということでね、うんはい、ちょっと皆さんからのコメント、まあ、特に今の話からすると若い人からのコメントも欲しいね若い人がこのチャンネルも聞いてい,い,いやいやだからに、うん、そうやな、まあ、20代とかでめっちゃ若い人、うん、聞かせようか若い,人見つけて若い人見つけてあな,たあなた何歳ですか <laughs> 21歳 <laughs> ちょっと足を止めてもらいましょう <laughs> 耳を傾けて <laughs> やばいですね。やばいです、やばいです。それやったら直接、結局、球児見てますから、インタビュー行った方がいいです。もしそうな若い人どうなのかっていう。はい。三重県ですよね、これね。三重県ですね。はい。ちょ皆さんからのコメントをお待ちしてますので。お待ちしてます。よろしくお願いします。お願いします。はい。来週も楽しみにね、見ていきましょう。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。